はい、渡辺よしです。今回はね、備蓄品クレート10個開封してみたの、プレ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ10個多く結ぶんでね。で、これの最初にこれね、シリーズ6アウトライダーバンドル購入して、この備蓄品クレート5個ついてきたんでね。で、この5個とこのインキャンデッセントバンドルでも備蓄品クレート5個ついてたんでね。それで合計10個っていうことで、これ久しぶりに開けていきたいと思います。もう新武器今もう全部コンプリートしてるんだけどね、他のアイテムちょっと獲得していこうかなと思って。備蓄品クレートオープン、ゴー。あのマーク2武器とかマスタークラフト特に欲しいっすね。お、持ってないやつが出てる。お、再抽選多いんだよ。あと9個が、マスタークラフトとかマーク2出ないかな。再抽選、再抽選めっちゃ出るな。あの結構持ってるやつが多いんだよ。だから なので重複率が高いと思うんだよね。あと8個ね、ゴー。ああ、7個、あと1回重複で再抽選だね。再抽選で、ああ、武器迷彩とか多いね。あと6個。おお、あ、持ってる。ああ、なんでこれ、ロークスが出てるぞ。あ、すごいよ、でもね、引きが。まさかのローカスが出てるよ、重複が。ああ、あと4個。あと3個。ああ、あと2個。再抽選が多いな。あ、なんだ今の。あんましだな、これやっぱり。ラスト。ゴー。終わりです。やっぱこれ、備蓄インクレート、いまいちですね、やっぱり。重複が多いね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、備蓄インクレート10個開封のプレイ実況をやっていきました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。